J リーグファンの皆様、並びにヴァンフォーレファミリーの皆様、J2 第11節お疲れ様でした。皆さんいかがだったでしょうか。いろんなサプライズの試合もあったり、甲府に関しては3連勝、そしてホーム初勝利といった最高の結果で、11節終われたんじゃないかなと思っております。まあね、J2 リーグも地のチームのね、力が出てきたかなというところで、談合状態が徐々に解消されつつありますね。そんな J2 リーグを今回、11節振り返っていければなと思っております。この何かの、タイミングでこのチャンネルをご覧になっていただいている方、ありがとうございます。おかげさまでチャンネル登録者数も少しずつ増えてきています。何かの、ご縁で今初めて聞いてくださっている方もいらっしゃると思うので、このチャンネルのコンセプトを簡単に説明できればなと思います。週刊 J2 ということで、J リーグの中でも特にマニアックな方が見る J2 リーグといったところを、毎週注目ゲームであったり、サプライズな試合、こんな結果がありましたよだとか、そういうものを、ラジオ形式で配信しています。わかりやすくするために図や、動画、動くようなものはあまり載せないようにするつもりなので、何かのながら時間に、お耳にかかればなと思っております。よろしければチャンネル登録していただけるとすごい励みになりますし、コメントをいただけると、喜びますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、週刊 J2 ということでやっていきたいと思います。はい、では前節のね、サプライズ試合ということで何試合か振り返りたいと思います。まずは、首位の横浜 FC が、栃木 SC にね引き分けました。 0-0 のスコアレスではあったんですけど、まあ何があったんでしょうというところではありますね。実際のところ試合は見れてないんですけど、まあ守り切った栃木といったところがいいんじゃないでしょうか。ただまあ勝ち切れなかったのも一つあると思うんですけど、非常に、首位を止めてくれるのは我々甲府としてはありがたいなと思います。ただまあ横浜市は未だ無敗のところで、首位を独走しているので、そこをなんとか止めていきたいですね。はい、それでいて、ダスパクサス群馬が秋田に敗れましたね。好調であったところで、ちょっとほんの少しですけど試合見させていただきました。雨だったのかな、ちょっとスリッピーなピッチでね、やりづらいところもあったと思うんですけど、秋田に先制されてそのまま逃げ切られたといったところでした。やっぱりサッカーはね、何があるかわからないというところではあると思うんですので、油断できないなというところですね。下位チームだから余裕で勝てるだろうっていうのは、やっぱり通用しないところではあるので、しっかり対策を取ってね、試合を進められたらなと思います。はい。それでは、順位を振り返っていきたいと思います。まず1位から11位見ていきましょう。はい、こんな感じです。そうですね。開いてきたかなというところで、横浜 FC に追随してたヴェルディ、ヴェルビアが崩れてきて、下の方へ向かってきています。で、アルビレックスが順調に順位を伸ばして、今4位、ベガルタもそうですけど、伸ばしていますね。非常に、首位優勝するんだとか、J1 か。自動昇格するんだっていうような意識を感じました。甲府もね、結構下の15位とかからかな、上がってきて、ここ3連勝といったところで、非常に、ね、3位圏内も少し見えてきたかなというところです。ヴェルビアに勝ったのがでかかったかな。これで勝たれてると21で2位をキープされていたので、15、18、勝ち点3に近づいたのはすごい良かったと思います。はい、それでは下位、11位以下見てみましょう。こんな感じになります。はい、そうですね、下位に関してはやっぱり長いトンネルを抜けれてないなというのは大宮アルディージャと FC 琉球かなといったところです。やっぱり
っぱり、アルディージャはね、前10節で勝ちましたけど、次節負けてしまってきているので、なかなか思うようにいかないのかなっていうところです。まあ、引き分けたりとかね、何かのきっかけで流れに乗れればなと思うんですけど、原博美さんがね、強化部長になったっていういいニュースもあるんで、ここから劇的に巻き返していただけたらなと思います。FC 琉球に関しても、まあ、アルディジャ同様、一勝一敗ところで、なんとかしたいっていったところではあると思うんですけど、やっぱり降格圏を脱出するにも、勝ち点7開いているところではあるので、ちょっとそろそろ頑張らないとといったところでしょうか。2021年の J2 リーグでは共に甲府と共にね、J1 昇格を目指して戦えてたところではあると思うので、まあ残念っていうところと、まあやっぱりマクツ J2 なのかなといったところが入り混じってます。はい。はい。そして、我らがヴァンフォーレ甲府ですね。町田戦見事、2位を撃破して、ホーム初勝利とともに、そして3連勝を勝ち取ることができました。いやー、非常に嬉しいですね。やっぱり、どのチームにも勝てない時期っていうのはあると思いますし、甲府の場合はそれが前半戦だったと言えるように、J2 リーグを締めくくって J1 へ進んでもらいたいなと思います。決勝点にもなった須貝選手のシュートは非常に鋭いシュートでしたね。リプレイなんか見るとリラーが触ったようにも見えたんですけど、実際軌道が変わったのかどうかまでは分かりませんでした。センターバックが打ってくるチームってのはなかなかいないと思うんですけど、須貝選手これで2連続ですか得点重ねてる中で、非常に自分が勝たせるんだっていう魂を感じられたいいシュートだったと思います。めげずにというか連鎖して次節もぜひ決めていただけたらなと思いますので頑張ってください。そして長谷川選手はねポストにまたも嫌われてしまいましたね。やっぱりもらい方上手ですし打つシュートの威力も半端ない中で、惜しいなというところと、紙一重で入ってればなというところがありますね。やっぱり決めきれるように、調整していただいて、チームのね、いい機動力というか、機動力じゃないな、得点源取られるように、練習から頑張っていただけたらなと思います。はい。そうですね。あと、宮崎純馬選手のゴールじゃないや、惜しいシーンがありました。僕、リアルタイムで見れなかったので、ツイッターで、図体でね、情報を知れたので、ツイッターで文言見かけた際は、J リーグジャッジリプレイ案件かなと思ったんですけど、疑惑とかではなく、ただただ惜しいだけだったという。はい。ね、そうだね。ゴールライン割ってるようにも見えないので、まあこれは、ただただ惜しかったという、そういうシーンだったと思います。順番もね、鋭いシュート持ってるので、スタメンから出してもらえたら、結果、出るのかなと思いますし、スタミナ的な問題なのか監督采配なのかわからないんですけど、バンバンね個人的サポーターとしては使っていただけたらなと思ってます。はい。そして北谷選手がちょっと負傷したというニュースがありましたが、金沢戦でね負傷したようです。ちょっと心配ですが早く復帰していただきたいなとともに、10週間っていう風にニュースでは出てたので、どうでしょう。10週間だと、まあ、夏前に戻ってこれるかどうか、そういったところだと思います。まあ、まずはしっかり療養していただいてね、
今後どうなっていくかっていうのをしっかり見定めていければなと思います。はい。そして、今回ですね、実質東京ヴェルディ戦が水曜日、あさってあります。非常に手ごわい相手でありますし、勝たないとね、ここまでの連勝を無に帰してしまうような相手でもあるので、皆さんも応援してぜひ勝ち越しましょう。ね、4連勝で、ヴェルディに勝ったとしても順位を抜くことできませんが、プレッシャーかけるには十分すぎる位置ではあると思います。ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いします。警戒選手何人かいると思います。ヴェルディと言ってね、パッと思い浮かぶ選手というと、まあ、僕の場合は花戸仁選手であったり、井出春也選手であったり、あと奈良和選手だったりなんかが、怖いなっていうような印象があります。花戸仁選手と奈良和選手はベルマーレ時代から、まあ、知っててというか見てるんですけどね、共にいいプレイヤーですし、奈良和選手も代表に呼ばれた経歴があったんじゃないかな。そういうポテンシャルを秘めてる選手なので非常に怖いですね。入れ春也選手に関してはジェフ千葉でゴリゴリにシュートを打ったり、ミッドフィルダーで奔走して、活躍したりと大車輪の動きをされるので、しっかり封じてやっていけたらなと思います。はいはい。そうですね、他には特にないのでここまでで終えたいと思います。ちょっと最後雑談トーク的な話にはなるんですけど、最近リアルタイムで見れないことが多くなってきてまして、ダゾーンの契約どうしようかなーなんていうとこなんですけど、皆さん値上がりしましたがいかがですか？ハイライトだけという方もいらっしゃいますか？ちょっとね、なかなかやっぱりサッカー生ものなので、リアルタイムで見れないことにはお金払ってでもなぁと思いますけどね。どうしましょう。まあ7月まではとりあえず見ようかなと思ってるところなので、また検討していきたいと思います。はい、そんな雑談でした。長い中ここまで聞いてくださり本当にありがとうございます。高評価低評価どちらでもいいのでぜひ押してってください。それからチャンネル登録まだの方もいらっしゃったら、ぜひ、チャンネル登録お願いします。それでは第11節でまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。